あっぱれやってまーす。さあ始まりました、あっぱれやってます。木曜日担当城島茂です。次長課長河本です。井上です。小島真子です。よろしくお願いします。さあこの番組では毎週火曜から木曜まで、アイドル、芸人、ミュージシャンなどさまざまなジャンルのメンバーが90分間あっぱれな番組をお届けします。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。あれ4人ですよ。また4人だ。何ですかね。川北真由子さん、今週も何なんですか。ちょっと甲子園行ってて休みなんですよ。マジの甲子園。マジ甲子園。ネット甲子園で。ネット甲子園。ネット甲子園。ネット風呂。スカカ来た。まあまあまあ、4人ということで。いや、海外行ってます、絶対。海外ですかね。絶対そうですよ。遊びで遊びで。うん。休みですよ、絶対。何やかんやて、もうすぐ夏休み来ますからね。そうです。そうですよ。だから、一般の人の夏休みの前に、先に休みを取りたいタイプなんで、川北甲子園は。だから先に、多分3週間ぐらい俺取ってると思うんですよ。3週間も。さんもう住んでるやん姉さんが。ね、そんな休んでたら。でもすごいこういうことは言いたくないですよ、はい、本当は言いたくないですけど、その川北甲子園が休んでる、はい、川北甲子園真由子、真由子が休んでるこの2週にわたって、うん、はい、小島子がですね、うん、異常なほどのテンションが高いんですよ。そうですね。なんでやろ。なんで天下を取ったかのような。はい、馬が合わなかったから。そんなことないですよ。リーダーも井上さんも知ってると思うんですけど、はい、小島子ちゃんっていうのはすごい絵を描くのが好きで。好きですね。このラジオ中でも本当に暇されて絵を描く子だったんですよ。色塗ったり。で今回の限りそんなに絵を描かない。描いてないんですよ。はい、先週確かに川北真由子さん休んでました。はい、確かに。落書きしてなかった。そんな本当なく、すごい意欲的にもうガンガン喋って。その前のめりで。はい。はい。あっぱれ小島真子やってますって感じでしたね。そうですね。やってないですよ。うん、そのやっぱそのアーツというか、その川北甲子園前の目の前にいるアーツ。うん。まあ、解放されてます、ね。まあそうなんですよね。でも、でも川北さんいないから、カキピーの減りがすごいなくて、すごいさっき思いました。今日いないなと思って。いや、寂しいな、ね、いつも食べたいカキピーを川北甲子園前に食べられるがために。そうか、お菓子目の前あるからね、いつも。今日はもうチップスターに手出したり。おい、時間的に食べたらあかんやろ、お前。今日はいいんです、言ってたから、多分今日はノリノリなんやだと思う、多分。違います、今日踊ったんですよ、レッスンで。だからですよ。踊った。結構踊った。はい、何時間ぐらい踊ったの？でも学校行ってから行ったんで、ちょっと遅れて行ったんですけど。もうツアーのリハをやってます。うわあ、ツアーがあるのね。はい、チームごとにあって。え？大体どれぐらい？20人ぐらいですよ。20人。時間どれぐらいやってんの？2時間ぐらいです、ね。2時間。昼夜で。ツアーごとですよ。え？あ、ツアーごとじゃない、間違えた。チームごと。チームごとですよ。はい。普段ならこの全員 AKB が全員じゃないですか。はい。じゃなく、もう各チームでライブをやるっていうことなんですか、はい。チーム A、チーム K、チーム B。それはもう多いから。もう少なく行こうよってこと。いや、少なくても見積もれるからですよ。はははもうファンの人数がもう呼び込めるっていう最初が取れると。いやいやいや。それすごいですね。へー。選挙の後だし。そうですよ。なるほど。もう盛り上がってますよこれ。だってどこですか場所。例えば。私は次行くの奈良です。あ、奈良行くの？え。あ。なんかまずいこと言った？違う。奈良ってリーダーの地元やで。奈良に行きます。奈良漬けを食べに行きます。あ、奈良漬け食べに行くの？関係あらへん。それは個人的なツアーでええよ。チームでツアーを組みなさいって言ったら。まあでも、修学旅行いろんなとこね、そうやってね、行けていいですよね。そうです。そっかそっか。それの練習が大変なんだ。まあね。頑張ってます。うん、ね、頑張ってください。はい。いや、今週もだからテンションは高いってことですね。そうですね、当然。そっかそっか。空席になってますから。甲子園がいないので。甲子園ね。甲子園姉さんが。で、前回ほら、優しいお姉さんだったから。あ、そっか。それの時、静ママの時、すごいやりやすかったんですよ。受け身。そうですね。S か M かつは M タイプの方ですからね。優しいお姉さん。川北甲子園となると、もうその上行きよるんで、うん、黙れこら！とか。S のぶつかり合いですもんね。そうなんですよ。お互いの S なので、ね。磁石と一緒ですもんね。反発するんですよ。うん、やっぱ吸収型がいいんですよね。いやいやいや、ここに座って。確かにそうかも、はい。そうなんですよ。そういう、それは言えますよね。あ、小島子ちゃん、そうやなっていうような、こう、うん、こう人がいい。返すにしても、いや、でもそれはね。で、そうそうそう。
あの川北浩司みたいに、うん、やーやんだれお前のだっていうよそんなんじゃないですよ一緒24時みたいな優しいですよ、まあね、今週はどうなるんでしょうかということで、はい、さあそれではここで一曲お聴きください。7月16日に発売されました、昨日ですね TOKIO デビュー20周年アルバムのハートというねアルバムの中に収録されている曲を聴いてください、はい、TOKIO でリリック。城島茂です。 1179MBS ラジオからあっぱれやってます。やってるで。この番組は遊び癒し宿泊の総合リゾート長島温泉長島リゾートの提供でお送りします。あっぱれデイズのコーナー。さあこのコーナー鼻歌歌うな甲子園おらんともうご機嫌やなもう。違いますよ。さあリスナーの方で周りで起こった出来事友人知人家族とのエピソードでこれはあっぱれだというのをメールで送ってもらうコーナーでございます。紹介してメールのあっぱれ度合いでポイント差し上げます。そしてそのあっぱれポイント貯まったら番組特製オリジナルグッズプレゼントいたします。さあそして今週も川北甲子園舞子ちゃんの代わりにピンチヒッターといたしましてスペシャルゲストに堀田茜ちゃん来てくれました、はい、よろしくお願いします。堀田茜です。なんで甲子園って呼ばれてるんですか聞いちゃダメですか。なんでだっけ、なんでしたっけ。そういう感じ、このラジオ その話してる途中に何かがあって、はい、何でしたっけ。ミドル、ミドルネーム、ダンガンさんの息子さんがね、はい、甲子園っていう名前なんですよ、うん、ああ、はい、本当に。でその甲子園っていう名前は本当に甲子園が好きで、はい、阪神が好きで甲子園好きで甲子園っていう名前をつけたんだって言ってから、はいはい、それで異様なほど川北麻衣子ちゃんがええー、みたいな感じで言ってたら、次のコーナーから川北甲子園麻衣子になってたっていうようなネームになっちゃったみたいな。で、堀田茜ちゃんもこのラジオにこう参加していただいたんで、先週もそうですけども、はい、まあ、当然あだ名みたいな、はい、そういうニックネームがついていきますので。そうなんですか。いや、途中来ますんでね。そうなんですか。でも私、え、私人生であだ名がついたことがないので、うん、普段なんて呼ばれてるんですか。茜とか堀田とかしか呼ばれないんですよ。そうか、なるほど。でも、茜ってね、はい、もうその、うん、あだ名つけんでももう茜って、ね、呼びやすいんでしょうね。呼びやすいし、本名かどうかで、あ、本名、はい、茜っていい名前だね。あ、ありがとうございます。嬉しい。堀田さんは、うん、どこ出身なんですか。私東京出身です。あ、東京なんですか。はい、ハーフっぽいなと思って、うん、フランス、フランス語が、あ、俺フランス人のハーフかなと思って。全く関係なくて、フランス語は小学校からなんかフランス語を学、ん、フランス語を勉強する学校に行ってて、っていうので中学校があんねん。それ、そう、今も大学でフランス語やってるんですけど、すでにフランス語、フランス語検定準2級映画鑑賞って書いてます。喋れろ。ちょっとあんまりそこは突っ込まないでください読み書きはできる。そう、読み書きはできる。目の色もなんか、え、まだですか。茶色で、あ、ちょっと茶色かな。茶色っぽいな。本当ですか、うんうん、ありがとうございます。ずっと遡ったことあります。そのじいちゃん、さらにその上、うん、松田でどっか一回フランス人と、ね、一回挟んでるでしょ。肩でもぶつかったでしょ。一回じじいですか。じじいが肩でもぶつかった。それ全員でそれほぼ、ね、可能性あるよ。それ肩ぶつかったらもうジンなの。彼女の目がちょっと茶色っぽいからね。本当ですか。見てあげてください。どうですか。あ、ほんまですね。茶色いですか。ちょっと茶色いですね。本当に本当に。そのなんか目玉をあれコンタクト、はい、カラコンでしょ。あ、入れてない、入れてない。よく小松さん直視普通にしてましたよね。え、なんでですか。表情的に、あ、ほんまやねって顔してたけど、はい、心の中でちょっと揺れてたの僕分かりました。揺れてた。すごい。俺見つめ合ってるんですよ。やめてください。ちょっと感じましたね。あ、そうですよ、本田さん。なんせ私ね、腫らしてますから、左の方を。ただでさえ、親知らずで、まだ。まだ腫れてるんですか。はい。腫れてるかどうかわからない男、事情課長、河本ですよ。よろしくお願いします。そうなんです。どっちも同じ感じ。どっちも同じ感じ。そうなんですよ。いや、ちょっと、堀田さんのプロフィールを今いただきました。はい、ね、生年月日が1992年。本当ですか、これ。10月。26日、はい、21歳です。こんな時期に生まれてる人いるんですか。いるでしょ。 21? 21です。いや、若すぎるんですよ、あなた、うん、そうですか。若すぎるんですよ、かご飯ですよか、若すぎるんですよ、うん、そうですよ。あ、そうですよじゃないんですよ。ご飯ですよで思い出しましたけど、はい、ご飯ですよ、また新しいのが出て、へー、
もうご飯ですよ。最近スーパーでご飯ですよの欄いつも見るんですけど。いや、俺も見た、この間。おとといから、え、見に行った俺。大好きなの。で、このメンバーも大好きなのよ。あ、そうなんですか。ほんで、ご飯ですよの、うんうん、ベビースターラーメン味が出てる。あ、ベビースターラーメンのご飯ですよ味。何それ。そんな味あるんですか。あるんですよ。美味しいんですかね。美味しいんですよ。え、ほんで、さらに、ご飯ですよじゃなく、もうご飯ですよの名前をちょっと一回置いたんでしょうね、桃屋が、うん。甘いんですよって出たの。甘いんですよって出たんですよ。もうわからないんですよ。もうわからないんですよ。私も言って今じゃなくて。何が甘いんですよ。何ですよ。もう何なんですよって店員に聞きました。そしたら甘いんですよって。タイトルが甘いんですよっていうご飯ですよが出たの。じゃ、ごめんなさい。それは何にかけるんですか。ご飯です。もうもはや何かわからない。ご飯にかけるんですか。そう。ご飯にかけるんですよ。ご飯にかけるやつがご飯ですよでしょ、うん、でも、つくだ煮でもちょっと甘いじゃないですか。甘いですね。それのさらに甘いやつが甘いんですよ。甘いんですよで出てもらったんですよ。でもベビースター甘くないですよね。ベビースターは分からない。まだ食べてないから。ただベビースター店頭並んでる、もうベビースターのご飯ですよ味が。堀田さんそれ食べてみたくないですか。食べてみたいです。うわぁ、ある。ここに今スタッフが。なんで？え、パッケージかわいい。今パッと持ってきますよ。アナゴさん。いやもう、超、俺の手柄取るの。アナゴさん言ってるよ。あ、違います。このキャラクター。あ、ちょ、待て待て待て。触れちゃいけないとこじゃない。お茶つくねん、アナゴとか。アナゴさんじゃないよ。桃屋のおっちゃん。あ、そうですね。これご飯ですよ。え、美味しそう。開けますか。食べたい。じゃあ、まず匂いを嗅いでみますね、うん。それがほんまにご飯ですよの匂いがどうかよ、まず。お、食レポ。どうえほら嗅いでみてください。うって、前しか、前しか見た。おいホットさんも、ほら前しか見た。すごい、ツンとくる甘い匂いですね。そうそう。甘そうです。甘そう、甘そう。ご飯ですよが甘いからよ。そっかそっかそっか。あ、じゃあ食してみよう。なんかご飯ですよ好きにはたまらないかも。でもなんで匂いでみんなそうなんや。いやでもちょっと匂いは。おったちゃん好きなんそもそも。好きです。ご飯ですよ。はい。ほんなら大丈夫ですよ。ほんと、大丈夫ですか。食べれるんですよ。食べれるんですよ。食べていいんですよ。いいんですよ。いいんですよって自分で決めるんですよ。それは。いいんですか。だったらいいんですけど。いただきます。どうぞ。どうですよ。あ、味どう。ご飯ですよ。味になる。おいしい。ほら、おいしいんですよ。おいしいんですよ。これご飯ですよ。そのまま食べてるみたい。来ました。結構来ます。来ますんですよ。あ、でも食感はベビースターだし、もう最高これ。おいしい。いつになったらうまく言えるんですか。食感も一番下手なんですよ。いつも下手なんですよ。ずっと。うまくならないんですよ。うまくならないんですよ。美味しいんですよ。美味しいんですよね。はい、これね。すごいわ。この食べ方として、またベビースターラーメンってこの普通にお菓子として食べてもいいですし、あともうご飯と、それまたパラパラパラといけるんですよ。ほんでお茶漬けでいけるんですよ。なるほどね。そうなんですよ。そうなんですよ。いいですよ。わ、匂いはすごいな。確かに。すごいです。食べないんですか？食べないんですよ。なんでですよ。なんでですか？なんでですか？本当にうまいな。今度スーパー行った時に見てください。本当に。ご飯ですよの甘、甘口味でいいじゃないですか。普通は。うん。甘いんですよって。もはや何か。面白いな。でも言い切ってますからね。言い切ってるんですよって。え、ほんとだ、あ、ほんまや、画像が今、プリントアウトしてくれた。これ、ですよつけとけ甘いですよって言ってるじゃん。甘いんですよじゃなくて。すみません、甘いですよ。甘いです。甘いです。甘いですよってこと。教えてくれたんだ。甘いですよって言ってんのかな。何入ってるの？ほんまにただ甘いだ。でもこれ、ひらがなバージョンじゃないですか、この甘いですよ。うん。漢字で甘いって書いたバージョンも出てるんですよ。え？ん？漢字バージョンもあるんですよ。漢字バージョン。それは、確かね、甘いんですよって書いてますわ。イン。イン。イン。で、これひらがな。甘いんってこと？甘いんですよ。インは、甘い。いやいや、イン。甘いんっておかしい。ですよっていう間違いです。甘いんですよ。甘いんですよ。そんなミステリーハンターみたいなこと言わないでしょ。甘いんですよみたいな。ミステリーハンター。これ本当に美味しいんですよ。食べたい。こんだけ言ってて、桃屋さんからまだ一個も届かない。そうなんですよ。届かないんですよ。これだ、誰か CM 切ったら、CM 来たらすごいんですよ。いや、リーダーでしょ。これは。ここはリーダーが、駆け込む、駆け込む感じ。なんていうの、昔の時代劇の面かぶって、丸眼鏡で。なんで、アナゴさんって言うんですよ。違う違う。桃屋だろうって。想像できるでしょ？できる。できるんですよ。できるんですよ。できるんですよ。想像できるんですよ。あれ？はい。オスカーさんですよね。はい。あ、やっぱり先週もそうですけど、やっぱりすごいですね、はい、オスカーさん。いやいや、いろんな方がいらっしゃって、なんせ在籍人数も半端ないですよね。半端ないです。3000人いるかも。います。いや、その中で、いや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 、本当に。何回ですか？なんか第何回のとグラムのあるの？あります、あります。何回受けたの？川北ちゃんが第9回、ね、一応ね、プロフィールには書いてへんねや。11
回ですかね。その2年後に違ったらごめんなさい。いやだから逆にいいんですよ。プロフィールから抹消してんのかなと思ったの。なるほど。じゃなくて違いますね。多分これはマネージャーさんの よくあるじゃないですか。昔やってた番組に、はい、もう私はもう違うからって。ありますあります。過去から削除する。はいはい、うん、もうしてないことになってるみたいな。ないない、そんなのはない。そうなんですか。はい、第11回か12回ぐらいの、うん、タイグランプリ、はい、大会で、うんうん、でどうしたんですかその大会は。本戦出場でとどまりました。なんで出れるの。だからそう、それがすごい。大体グランプリの人は出れるの分かるよ、ね、本当はその席は川北麻友子さんがなんか二冠制覇 でやっと上り詰めたその椅子を、うん、やっと座れた椅子やねんけど、はい、さらっとさらっと座れるところの方人の方がすごいっていう話を、ね、ありがとうございます。でもすごい。そっか、そうですね、考えてみれば。そうだからもう川北甲子園迷子なんかもへでもないってことですよ。いやいやいや、あとやっぱキャンキャン、キャンキャンの専属。あ、そうです、ありがとうございます。やっぱつけてる小物類とかファッションがやっぱり。あ、嘘、キャンキャンってあれやね、よくあるやつよ ね、 そうですね、あのキャンキャンよ、ね、赤文字、赤文字沖縄のあれですよね、コンビ。いや違う違う違う、いいじゃないですよ。え、マスオさんのモノマネ。いやしないですよ、キャンキャン。沖縄の後ろ髪を前髪まで持ってこないでしょ別に。あ、違うの、俺ずっとそれがキャンキャンかなと思って。その制作ってどういうことですか。芸人じゃないでしょだから。堀田さんさりげなくマスオさんのモノマネやってくれるんですよ。だから堀田ちゃんってそういうところがやっぱりオスカーの事務所からしても、あ、この子いけるなと。何でもいい。そうなんだ、うん、だから俺ヒルナンデスのあの服を選ぶやつとかあるじゃん、 ああいうの出たらええのに。あの出てるんですよ。うわ、出てるんですよ、出てるんですよ。お前ずるい。俺が出てるんですよ。いや俺多分そういうの出た方がええと思ったの。本当ですか。あ、合うと思った。あ、朝の番組とかうちの山口やってるけど、そういうのも出たらどう。あ、それも出てるんですよ。あ、出てるんですよ、あのそうなんですよ。ジップ、ジップ、ジップ出てるんですよ。出てるんですよ。おいおい、ありがとうございます。全部制覇してる。こんだけ自立してるっぽいからね、一人女子会とかやったらいいんですよ、うん、それもやっちゃってるんですよ、ね、やってるんですか。やってるんですよ MBS で。まあなんで探偵ナイトスクープ出ないの。それは出てないんですよ、うん、いやだから出た方がええか。急に言われてもプロフィール変えてないかも言わんで。みんなプロフィール見てる。小島子早く、小島子早く繋いでんねん。あ、く、あ、小島子早く。あ、クイズ13とか似合いそうですよね。あ、それも出てるんです、ね、あ、私もこの前出てるんですよ。お前のやついらんじゃん。グリーン自分はアピールか。結局自分はアピールか。なんでそういう意地悪言うんですか。ごめんなさい。あ、めっちゃ睨む。怒ってる、かわいそう。あ、まだ優しいお姉さんがおるからよ。優しいお姉さん。え、一人っ子堀田さんは。私は兄が一人。あ、はい、おいくつ。25ですね。はい、川北ちゃんと一緒だ。あ、え、25歳まゆこさん22とかじゃないですか。あ、そうか、そうか、あ、違うわ、先週の静香ちゃんが中村静香さんって、うん、そうそう、25歳だった、ごめんごめん。そうだそうだ、同い年ですね。交流あったりするんですか、オスカーの中でも。こう何がですか、交流、オスカー内での。あ、でもお仕事が一緒にならない限りほぼないですね。でもレッスンとかではあります。そう、レッスンがあって。何のレッスン。え、いっぱいありますよ。演技とか、技ウォーキング、ダンス、あと MC レッスン。 MC レッスン、え、どんなのやんの MC レッスン。え、なんかじゃんけん大会とか。なんで MC やんと。で、営業の MC やらない。合言葉負けは負けですみたいな。そんなことせえへんの。どういう MC やろ。原稿読んだりとか、あと自分で一人喋りで1分間喋ってください、はいどうぞみたいなのとかやりましたね。めっちゃ嫌やろ。めっちゃ嫌です。一人喋りの1分ってなかなか厳しい。長いですよ1分って。なるほどね、はい、大変でした。ラジオでも一人喋りってね、例えば、うん、始まりました、さあそれでは曲行きましょうまでの、そこまでの人がね、喋りとかしんどいっすわ。結構大変でしょうね。帰りがないってしんどいよね。やっぱり相槌もなければ何にもないっていう状態で。そう考えたら相方と出会ってよかったですよね。ほんま思いますよね。確かに。いいところで相槌がポーンって。みんな。まあ、間がね、埋まる分、全然。ピンの人ですよ。AKB もさ、小島子ちゃんも仲間がいるやん。僕もグループやん。だからそう考えると堀田さん一人ってそういうの常に個人戦ですね。すごい。どう一人でやってるのって、やっぱプレッシャーとかあるの。あ、でも確かにアイドルのグループの子たちとか見てて、うん、あ、なんか楽しそうだなとか、楽屋もこうみんなで一緒にねワイワイやったりとかしてるじゃないですか、うん、そういうの見てていいなって思いますね。ただ逆に一人の時間がこの子らにはないから、そういう意味では一人の空間というか、うん、確かに。いやでも逆にコンビで活動するってわけにもいかないでしょ別に。今芸人でもオスカーだとグループとか、まあ女子ね、ありますね。まあたまにね、はい、なんかアイドルグループとか、ありますよ。
入りたいと思いますか、アイドルグループ。ああ、どうでしょう。でもその中でもまたいろいろ大変そうじゃないですか。まあね、どうですか、川北甲子園舞子と。あ、コンビ組んでいいんですか。堀田茜とその静香さん、うんうん、で3人でユニットみたいなのどうなんですか、うんうん、そういう。そユニットってあるの、そもそも。ユニット5人スターユニットよね、うん、ちょいちょいあったりはしますけど、そう、あれでも肩書きは何になるんですか、はい、モデルです。もうモデルって言い切りますよ、こんだけ色々テレビ出て何やってて。じゃあちょっとここでこの場で決めていいですか。いや、あのだからもう定義が、はい、昔いろんなことやって、ね、バラドルとかあったけど、今そんなことマルチタレント、そうですね、そんなこともないですもんね、今、もう全然やりますもん、モデルの子でもロケ行って、過酷なんやらされるしと、AKB でもバンジーやったりってことでしょ、で、あのコント番組やりますし、あ、全然やりますから、すごい、もう、なんでも屋さんですね、ない、垣根がもうないですよ、どうしよう、肩書き、だから、ほっ、キャンキャンは、専属はキャンキャンですか、はい、そうです、キャンですね、キャン、キャン、ほったキャン、あかね、おぉ、かっこいい、ほっキャン、えほっキャン、ほっしゃんとほっきゃん。丸ついて、丸ついて。丸ついて。ほっきゃん。ほっきゃんね。ほっきゃんいいですね、ほっきゃん。ほっきゃんか。ほは漢字ね。で、キャンだけあの、英語で。英語で。ほるに。ほるに、キャン。ほっきゃん。ほっきゃん。微妙。微妙。微妙だよね。微妙。微妙。でも、肩書きに何がいいですか、理想でも。実際は。理想は。でも、モデルを一番軸に。やりたいんですけど、うん、テレビとかにも出させていただきたいので、うん、マルチタレントがいいですよね。ね、マルチタレントね、うん、でもモデルは主軸にある、ね、主軸で、はい、さあそんな中でこのアッパレデイズのコーナー、うん、ポイントつけるんですよね、小本さん。はい、あの0から3までのアッパレポイントがこれどんな目線でね、今日は生まれてくるんですか。なのであの堀田ちゃんもね、はい、あのこのアッパレがちょっと気に入らない、もしくはあとはすごい感動、あの共感できるとかでもどんどん意見言っていただいて構いませんので、うんうんはい、そこであのニックネームがついていくと思いますよ、うん、そうなんだ。じゃあ早速参りたいと思います。大阪市ペンネームもみあげ左大臣、木曜日の皆さんこんばんは。こんばんは。僕は先日俺たちごちゃ混ぜ土曜日のリスナーへのプレゼントに応募して見事当選しました、うん、なんと5万円分のカタログギフトです。おーすごい、すごい。生放送中に電話がかかってきて当選を伝えられた時はとても嬉しかったです。もみあげ左大臣、これってかなりあっぱれですよね。すごい。もしこれがフラットなら代わりに5万ごちゃ混ぜポイントを要求します。何ですか、5万5千までポイントって。最後のいらなかったですね、うん、あれ厳しい方がすごいな、ごちゃ混ぜ、うん、ごちゃ混ぜですごいな、当たったって。まず5万円のカタログギフトが生放送中に当たったことはすごいと思いますね、うんうん、それはすごいと思いました。ありがとうございます、ね、よかった。これってあっぱれポイントもらえませんかって普通に聞いてるだけですよ、うんうん、涼しい。あらあらやばい、ホッキャンすごいな、厳しい方が。もしこれがフラットなら、うん、代わりに5万ごちゃ混ぜポイントを要求しますって言ってるんです、うん、どうですかこれについて。まず一言多いですよ ねですよね、ポジ、うん、夫人どうですか。だから一言、最後の行がなければあっぱれで終わったのに、いい、ね、ちょっと曲がってるのかな。曲がってる、もみあげが曲がってる。ホッキャンどうですか、これ面白い面白くない。いやいや、何なんそれ。面白くない。いや、じゃあ麻衣子さんが、うん、やっぱ麻衣子さんの代わりにちょっと毒舌でいかなきゃいけないかなと思って今日は。ああ、なるほどね。なるほど、全然いいですよ、自分のあの感じでもう全然いいよ、うん、なんかこれはじゃああっぱれじゃない、あっぱれじゃないんだ。なかなか厳しい。でもね、もみあげ左大臣はもうずっとお便り、もうはがき職人さんでね、あ、そういう感じ、ずっと送ってくれるんですよね。そうなんですね、支えてくれて、昔からの付き合い、ラジオ、ありがとうございます、MBSさんとは。こうラジオを支えてくれ る一人ですよ、うん、こういう方々がいて、うん、だけど、ね、厳しい。いやでも今の話があっぱれでしたね。今の話はね、リーダーにあっぱれだけど、うん、ただこれ自体は何ですか。ない、はい、あっぱれですか。あっぱれじゃない、あっぱれじゃないです。何ですかこれは。これはそうだな、あっぱれとトホホっていうのもあるんですよ、うん、なんかあのこのフラットの、うん、あのフラットであった場合このポイントをくださいっていうのが、なんか要求、フラットを狙っちゃってるところがまたなんか、うん、あ、そうかそうか、微妙に来てるところがなんかいやらしい。うんうん、ブービー賞狙いじゃないけどね、なんかもう最初から
これが欲しい、アッパレが欲しいんじゃなくフラットが欲しいみたいな。さすがハガキ職人分かってますね。うまいですね、うん、じゃあフラットも上げたくないですか。はい、トホホで逆にね徒歩でよろしいですか、うん、徒歩で0から3までですけどどれぐらいいきましょう。1くらいですね。あ、もう絶対離れるわ、ね、いやいやいや、もう離れるわ。もう徒歩の1なんかもう全くもう違うラジオ局聞くわ大丈夫、やめてください曲まで変えてくるわ。お土産さん、聞いといて聞いといてください。ありがとうございます、うん、すいません。西宮市の今旬ですね。西宮市ペンネームしげつよ、うん、ヤルモクの皆さんこんばんは。こんばんは。友人とよく鍋を食べに行くのですが、小食な僕はいつも締めまでにお腹いっぱいになり、今まで締めを食べたことがありません。めっちゃわかる。リゾットとか憧れるのですが限界なんですわ、わかる。これはトホホですかね。わかる、うん、いや鍋は美味しく食べられてるのでトホホではないですね、うん、これは例のフラットではないでしょうか。ぜひフラットフラットポイントフラットポイントしてください。お、初めてじゃないですか。フラットをもらって何の意味があるんですか。だから無冠の帝王みたいな感じですか。そうですよね。あれバンガニアは無冠の帝王じゃないですよね。無冠の帝王ですか。無冠の帝王、そうですね、無冠の帝王、そうですね。一生懸命調べていいからそう、でもどうなんやろな、これは。うん、フラットって言ってますけど、でも、うん、言ってることすごいわかります。わかる、私もなりますよね。お二人何ですか。でも最近やっとわかるようになってきて、その締めが。え、どういうこと、どういうこと。もう締めまでお腹が持たないから、うん、なんでそんな食べへんの。なんか入んないよね、女の子は、はい、なんでモデルの子とかってあんまり食べへんの。いやでもそれも僕もわかりますけど。わかりますよね。そう、締めてるよもう俺ってなってるんですよ。あ、そうそうそう、勝手に締めないでって。ああ そ, う そ, う そ, う そ, そばにその麺にする、はいはい、そばにする、うどんにするみたいな。いやもう、もう俺閉まってんねんってなってんですよ、うん、だからその多数決取らんといてみたいな、うん、勝手にやってって、うん、あ、勝手にね、はい、勝手に閉めてって、はい、って思うのは分かりますね、すっごい。2人もはい入らない、入らない。なんかだから大人なイメージがありましたね、締めに。あ、なんか大人の人はいつも締めを楽しんでるイメージがあって、うん、大人への第一歩な気がする。でも考えたら子供の頃って確かに鍋とかで締めるって言わないですよね。ご飯ね、普通に出てきますもんね。配分ができないですよね。どっちかだな。締めまで我慢するか、締めまでを楽しむか。そっかそっか。お鍋の時にご飯食いますもんね、子供の頃。うん、そりゃそうですよ。湯豆腐なんか出たら、ねえ、おかずならやんわ、と思ってました。勘弁してくれって言ってたのに、うん、今、だからご飯抜きで俺らはこう、ね、お酒と湯豆腐で。湯豆腐うまいよな。ほんで、だから最後に締めが出てくるわけですよ。ささっと食べれる締め、それを締めにするわけだけども、女子はないのか、そうか。それちょっと女子だけで、あれでじゃないの、今男子がいるから調子乗ってるだけじゃないですか。今その、本当は女子会の時は死ぬほど締めるくせに。うん、締めまくってね、うん。女同士の時はやたらめったら食うのに、男子いると、本当におちょぼ口になる。でもそう言いながら、じゃあ、コースに、締めと最後甘いのついてたら、うん、あ、じゃあ甘いのだけはいただくみたいな、ね。全然そっち。私甘いの食べないんです。あの、甘いの自体は好きなんですけど、食後のデザートがあんま、甘い口で締めるのが嫌です。あ、締めがね。なるほど。最後何で締めたいの？自分のリセ、いや、普通に首？ウーロン茶とか、え、首？首締めたらちょっと気持ち悪い。さっぱりしたいです。だからお茶とかお水とか。なるほどね。口をさっぱりして終わりたい。スッとしたいです。なるほど。甘いの食べたくなっちゃいますけどね。ホッキャンは、ホッキャンラスト絶対甘いの。ホッキャンは甘いので締めます。じゃあコーヒーと2種類とかあって、迷う方結構さ。あ、すごい迷いますね。じゃあお店の方が、じゃあ、少量ずつ2つ一緒に持ってきますみたいな。そう、それ最高です。ベスト。大体そう。そんな会話してそうな。なるほど。イタリアンとかで。すごいですね。おしゃれ。勝手なイメージじゃないですか。なるほど。じゃあどうしますこれ、フラット、レイのフラットではないですか。どうしましょうこれ。嫌なんですよね、でもこの、自分からの要求、勝手な、はい、どうします工事部員、どうしようかな。でも、うん、よ決めてどう思いますか、うん、すごいこの微妙なラインをついてくれるのが面白いなと思いました。あら、保険は、はい、どこで微妙なとこって、その締めを食べたことがない、食べれないっていう、その微妙な感覚、ね、あ、なるほど、うん、いやでも3人がそうですよ。そうですもんね、この今日はフラットじゃなくこれはアッパレじゃないですか。アッパレ
あ、ね、じゃあいいですよ。あれ？いいですか？不満そうな。いや、ボジボジいいですよ、うん、今回は。フラットポイントあげます、まあ、そのまま、はい。しかも私と同じ気持ちだし。あ、悪いことしてないし。そうそうそう。まあ、あの、いつも見たく。そうね、悪いことしてない、ね。じゃあ、ボジボジ、はい、何アッパレですか、これ。1アッパレで。お、なんか久々出たな。いやいや。アッパレ！あ、久々聞いた。こんな音あったんだ。5週ぶり？音あるんだ。いや、フラットくださいって書いてる。久々聞いたね。フラットくださいって。1アッパレじゃなくて、フラットじゃない。5週ぶりですよ。うん、書いてる人に対してあげないですね。要求するとなんかあげないですね。ですね、あなた。あげませんよ。そう簡単にいかないですよね。そうですよ。そうですか、わかりました。じゃあ続いていきます。大阪府ペンネーム真ん中くん。皆さんこんばんは。こんばんは。これは僕が某ファーストフード店に行った時のお話です。うん、僕はあまりファーストフード店には行かないんですよ、うん、でもその時はたまたま行ったんですよ。知らないんですよ。どっちだ。あ、そういえばファーストフードって、うん、なんか最近じゃファーストの伸ばし棒を取ってファストフードって言い方もするそうなんですよ。知ってるんですよ。という言葉ですよ、うん、パンケーキとかビームサーベルのこともそのうちパンケーキやビームサーベルとか言い出すんですよ、うんうんうんうね、あとビートたけしさんのこともビートたけしとか言い出すんですよ、うんうんうん、ビートたけしさんの、ビートたけしさんでお願いします。うん、俺にねそれそれオイラのモノマネしてる芸人じゃねえか、菊次郎でバカ野郎なんてこと言ってますけどね、うん、というわけでそんな僕にビートポイントください。菊次郎ポイントください。お番組変わってません？ビートポイント、どっちが欲しかったんですね。皆さんちょっと暴れすぎですよ。え、ね、うん、暴れすぎですよ。何これ、この番組は、はい、このコーナーは、うん、あっぱれとトホホとフラットしかありません。お、勝手に作るな、舐めるなよと。舐めるな、うん、もともとあっぱれしかないんだよ。あっぱれポイントしかないんだよ。勝手に言ってるんだよ、これが。あ、そうなんですか。あっぱれデイズのコーナーって俺が言うのが恥ずかしいのよ。あっぱれデイズのコーナーって言ってから始まってるから、はいはい、そもそもが。なるほど、うん、なんであっぱれしかないんです。本当急にトホホが出てきた。そうなんだ。だからトホホの後にフラットっていうのが、うん、で謎のが出てきたんです。うんうんうん、すいませんね、それだから、はい、だからフラットまで出たらもうこの番組的にはもうこの真ん中くんももういいんじゃないですかって言ってます、うん。ビートポイントかその菊次郎ポイントとか、うん、そんなんでいいじゃないですか。わけわかんないですね。なんでですか別に。たま分かんなくなっちゃうじゃないですか、何個も増えたら。 MBS 舐めるなよってね。でもファーストフードのファーストフードでこうなんかちょっとウケてなかった。ね、言い方もするそうなんですよ、うん、っていうところ。糸たけしで笑ってきた。そうですね、面白かったね。面白い、面白いとは思いました。パンケーキもパンケーキとかビームサーベルとか。でもないです。え、ありません、そうなることは。あ、ないですか。はい、でポイントはどうしましょうかね。ビートポイントかキルジロポイントしかないステッカーもかかってるんでちゃんと決めた方がいいですよね。そうです、まだ誰にもプレゼントできてないんですよ、ね、20ポイント貯まったらステッカーがもらえるんですよ。はい、そうなんです。横棒なくなったらすごいな。横棒なくなったら、そうですね、いろんな横棒がなくなってったらシーソーとかがシソになる。シソになりますね。タイガー飛ぶしや、タイガー飛ぶし、ジョヒグチ、シレフリア、ジョヒグチ、ジョヒグチって、うん、ローラさんとかロラになっちゃうじゃないですか。可愛 い、それもまたロラちゃん、ね、ロラちゃん、ロラだよってなる、うん、オッケー、うん、オッケー。さあさあどうしましょう、これ真ん中くんに。うん、どうしましょう、うん、どう思いますか。あ、じゃあホッキャン、ホッキャン、ホッキャン姉さん、ホッキャン的にこれは面白い、うん、あ、面白い。よかったよかった。でも笑っちゃいました。笑ったよね、笑いました、うんうんうん、パンケーキが好きね、パンケーキ、ホッキャンは。はい、私はご主人どうですか。まあ面白かったですけど、ええー、うん、そうですね、まあ、あっぱれかトホホか。いや、あっぱれじゃないです。あっぱれではないですか。そこまでこんなところに気づくとあっぱれかなと思うんですけどね、うん、僕は。うん、私もそう思います。ね、うん、ええー。そんなに嫌な、嫌ならもう。気づきが出てきた。フラット。フラットね。そんな嫌か。フラットっていうのが始まりましたけど、音も作りたくないですよ、スタッフ的に。もういち早くフラットっていうのやめてもらいたいぐらいです。逆に言うと、なんでですかじゃないわ。あっぱれかと。フラットみたいなやつもないんですよ。自分で撮りなさい、それも。ほほほ。自分の声で。携帯大喜利みたいな。はい、というわけでございます。以上でございますが、
やっぱりポイント20ポイントで番組特製手書きステッカー100ポイントで特製手書きスタンププレゼントいたします、うん、また出版台、失敗談を紹介するとほほデイズも募集しますのでそちらもじゃんじゃん送ってください。宛先コジお願いします。はい、宛先はやるもくアットマーク mbs1179.com やるもくアットマーク mbs1179.com までお願いします。以上はバレデイズのコーナーでした。それではここで1曲お聴きください。須賀足香さんでライフ。アパレリサーチ共通点を探せさあこのコーナーはパーソナリティ同士の知られざる情報を探っていくコーナーでございます。今週も、ホッキャンがですねゲストということでさまざまな質問に全員が一斉に回答していく共通点を探せ行いたいと思います。ホッキャンよろしくお願いします。はい、ホッタアカネです。よろしくお願いします。本名を言うといた方がいいよホッキャンは自分で言いますから。何ホッキャンです。私はホッキャンしか言わないですけどホッタアカネ自分で言ってください、ね、ホッキャンことホッタアカネです。そうですね、はい、さあそれでは行きましょう。最初のテーマはこちら。おー夏といえばこれはでも広いな。広いな。1個ですよ。1個、うん、1個ですよ。1個、1個、うん、はいはい、よろしくお願いします。はい、うん、あ結構落書きしたね小島さん堀田さんはパッと書きましたよ。はい、それでは参りましょう、うん、せーの、はい、私は蚊取り線香です。井上さん水巻後の道の匂い。僕はチューブ。あ、リーダーチューブ。僕らの世代やっぱりなんかあの、ね、はいはい、白い T シャツにジーンズに、はいはい、夏といえばチューブっていう、はい、海ですね。小島子さん夏休み、海、海、夏といえば海、海、はい、うん、で私はホッキャンは海外旅行です。すごい、おいおい、スケールが違う。なんでですか。飛び出しちゃったよ。行ったことないわ、その、うん、夏に、夏に行かれないわよ。ほんまやん。嘘でしょ。いやいやいや、ないよ。夏休みとかあるじゃない、ないよ。あ、そっか、大人だ。そっか、私、そっか、学生、うん、大学生だったり、中高の時とかに、中高、うん、家族で行ったり。どこ行ったん。あ、でも家族が海外旅行がすごい好きで、うん、あのご家族いらっしゃるんですね。今年の年末は、うん、あ年末になっちゃいますけど、うん、ドバイに行きました。うん、家族で、家族で。あとは友達とインドに行ったり、うん、タイに行ったり。夏中高の海外旅行でそういうの海外に行くの、うん、行ってた。どこ思い出残ってます。ああでもインドが一番楽しかったですね。もうインドでも女性すごい似合いそうやね。インドのこのこういうあの死体に乗ってしましたしました。だからアジアンテイストだからそれはもうそういうの似合いそう。あでもアジア系の、あ似合うね、あの、うん、ポッチでしょ。あそうそう、眉毛の間にやるやつですよね、うんうん、あれもして、うん、もう民族衣装着て、うんうんうん、街中歩いたりしてすごい楽しかったです。へー、はい、なるほどな。かっこいいな。私も憧れる。出なかったな。何ですか、カトリって。カトリ、線香カトリ、ね。絵がシュール。うん、はい、いやハチみたいな言い方してますけど。カトリ。カトリって。カトリ。やっぱもう誰も言ってないですよ。井上さんも私もそうですけど、やっぱ匂いですよね。あ本当だ。結局その夏やなって感じるって。この匂いが僕好きなんですよ。水巻き後の道の匂いね。なんかもわっとする。焼けたアスファルトの火にかける水の匂いですね。そう、あれ好きなんですよ。これが好きなんです。匂い。蚊取り線香の匂いが好きなんですよ。蚊取り線香いいですよね。うん。うーん、匂い匂いできましたけど。だあの、田舎の匂いってことですね。そうですね。これもそうなんですけど。あと、音であったりとか、うんうんうん、夏に出てくる、あの、寝る間際の音とか、何かしら何の虫かよくわからないけど、なんか鳴いとる虫。うん、風流ですね。あと、蚊帳。蚊帳ね。布団のところの蚊帳とか。頑張ってせないとこは入らない。入ったことない、蚊帳。ない。ないか。なし世代か。トトロですね。あ、トトロですね。あ、トトロ。あ、そっか。トトロ。でもチューブもわからんのちゃうの。そう、まあ、世代的にね。世代的に。そっか。え、チューブさん知らない、はい、知ってるよね、ホッキャン。知ってますけど。歌とかもわかる。もちろん知ってる。メジャーなのは。あ、メジャーなの。はい。海。やっぱ海。海ですよ。AKB。うん。そっか。はい、やっぱ海のなんか PV のイメージありますね。あ、そうですね。よう水着になってね。夏は海行ってますよね。ね、夏は、はい。あなた方。写真集でも行きました。海外です、ね。AKB の。はい。どこですか。ハワイとグアム1回ずつ今年。ね、え、でも48人で行くんですか。いや、うーんと、
あ、でもそのぐらいです。もうチャーター機ちゃいますね。どうやって運ぶんだろう。スタッフとか本当に。うん。全英下備じゃの。もう飛行機なんか。うん。スタッフでも関係者でしょ。でも関係者もそ。そうですね。スタッフさんと貸し切りだ。そうなの。曲あの。夏の MV の時は36とかで行って、いやだって貸し切りかなんかしてかんと、もし満席で一人乗れないとかなって次の便で行って、でも撮影時間とかね、そうですね、スタッフとかあるんちゃうの、そんなそこまではない、大丈夫、そうですね、大丈夫です、はい、すいませんそこまで考えてなかったよね、うん、でも かなりもう団体行動です、ずっと、まあね、まあ、お弁当発注とか大変ですよ、ダンボールできます、いつも。いや、もうね、例えば出前とか、例えば、頼むとしたら。打ち上げも大変ですよ、ね。蕎麦屋さんとか大変ですよ、うどん屋さんとか。おかもち。何十人分も。そんなに頼みますかね。店行った方が早ないって。いや、だから、あの、AKB とか多いのが、やっぱりもう寸胴タイプ多いよね。もうカレーとかだったらもう石原くんだ一個じゃないんですよ、もうみんなでこう予想するしないね、マグロビュッフェ2夜連続マグロ2夜連続の話はしてない、石原軍団って言っただからそこから抜粋してるだけで、ガチコーンってやつね、振り向いて一言であのたった3文字ですよ、マグロどこ引っ張っとくご期待くださいって違うね、2夜連続とかあるけど、この予想タイプケータリングは、オスカーもモデルさん総長の裏の人が多いもん、オスカーさんガールズコレクションとか全員で移動すんの？そういうんじゃないでしょ。あ、全然。あ、でもモデルのそういうイベントとかは裏行ったらよくこういうのあるでしょ。あ、多分ケータリングですね。でも撮影の現場とかは出前取ったり、うん、なんか美味しいとこスタッフさんがおしゃれで美味しいとこ調べてくれて、そういうのはないのよ。我々はないよ。キャンキャンの撮影でスタジオとかってやっぱあるわけでしょ。はい、はい、スタジオとか。あのテーブルの上ってなんかやけにいろんなものを買ってない。そう、いっぱい買ってきてくれた。取材受けたんですよ。キャンキャンなんか20周年記念や。拝見しました。むっちゃくちゃ ありがとうございます。はい、むっちゃくちゃ並んだんですよ。あのうちらスタジオこれ今おかしいね。それでもこれ並んでる方ですよ。はいはい。そうなのか。はい、前やってた時お菓子すらなかったんですよ。あ、え、そうなんだ。ねえ、お菓子なかったよね。で、あっぱれに変わってからお菓子が出たんですよ。甲子園とか。その前はね、なかったんですよね。だから、うん、そう考えたらキャンキャンなんか珍しい、なんか。もうすっごい買った。ごちゃがね、ごちゃがあったけど。マカロンとか、そういう。あ、でもそういう可愛い。マカロン好きな人多いよね。俺、あれ分からへんね、マカロンの良さ。やっぱりその、あるんじゃないよ。ケロヨンの方が好きですね。お互いがケロヨンやね。もうオケですけどね。もう食い物ちゃうやん。黄色いオケやん。いっぱい置いてあるんですか。でもなんかサンドイッチだなんだって。そうですね。甘いものも置いてあるんですけど、うん、そういうものよりかはやっぱり気を使ってくださって体にいいものとか、うん、なんか野菜を使ったものだったり。だから逆にそこで最新のなんか流行りみたいなのも知れたりするんでしょうね。あとなんかカットフルーツをタッパに入れて、うん、そう持ってきてくれるんですよ。いやだから売り物ちゃうんですよ。誰やろこれ、誰か、あ、切って、わざわざタッパに入れて、なんかこう、もう女の子女子会ですよ。ああ、ええー、なー。スーパーで買って。でちゃんと切ってタッパーに入れて持ってきてくれる。やっぱやってはんねんね、周りの女性がね。そうですね、よろしい、すごいっすよ、すごい恵まれとるな、そう、環境があなたたち、あ、感謝しなさい、はい、感謝してます、本当にむっちゃドン引きしてますけど、どうして、まだ口開いてるやん、口ポカーン開けてるやん、小島子ちゃん、すごいですね、いやすごいよ、うらやましい、むっちゃ変な顔したやん、どうしたんですか、うん、どんびきどうしたの、その顔写メ撮りたいよ、なんでドン引きすんねん、オウンゴール決めたみたいな顔してる、何やん、お前らもやってもらってるかな、 AKB もみんなすごいやろ、うん、でも AKB はそうですね、ビュッフェスタイルなってるやろ、みんな撮って好きなの、はい、いや、なんでそんな聞いてるの、あ、いや、すごい、お前、ね、眠いなさで頭終わってないなさては、朝から起きて、うん、勉強して、そう、だから勉強行って聞いたような顔してるけど、ちゃうね、もうぼーっとしてんだ、俺も見てない、うん、僕も絶対聞いてなかったもんね、今ね、な、こういう子なんです、17歳じゃあ続いてまいりましょう、はい、こちら、子供の頃になりたかった職業は何ですか、どうしようかな、私でもたくさんあったんだよな、あ、そんなにあった、はい、コロコロ変わってました、小さい頃、一個でいいんだ、一個で、じゃあ、あ、じゃあ行きましょうか、はい、せーの、どん、私がヤンマーで、ヤンマーさんが井上名人です、井上名人、井上名人、僕お父さん、リーダーお父さん、お父さん、あ、なるほど、で、小島子ちゃんがプリキュア、はい、はあ、私 CA キャビンアテンダントさん、あ、似合いそうです、こんなキャビンアテンダント
こんな綺麗なキャビンやってた。どっちですか、国内ですか国際ですか。国際です。え、国際、国際がいいです。国内がいいよ。国際がなかなか乗らんやもん。国際の人って接点なさすぎて、はい、全く見てもないよ。だからそう、カメラアシスタントじゃないですね、それ。カメラアシスタントも CA ではない。キャビンアテンダント。野猿のタカさんの横で歌いたいんじゃないですよね、別にね、CA として。歌うまかったけど。ビートシー佐藤じゃないですよね、それね。じゃないって言ってるから。ジェネレーションギャップ。CA です、ね。国際線か。でも、合いそうですよ。合うのは分かってんねんけど、国内であってほしい。国内であってほしい。国内も乗らないでほしい。国内の羽田のカウンターにいてほしい。あの、チケットカウンター。クラブスタッフですか。まあ、ね、まあ、そうやけど、はい、逆にちょっと、うん、離島行く時とかのちっちゃい飛行機ありますね、プロペラの、はい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 、そこにいてほしい。うんうん、えみたいな。てか離島にいてほしい。離島にいてほしい。国内の離島にいてほしい。離島にいてほしい。離島にいてほしいならもうキャビンアテンダントじゃなくていいからね。じゃなくていい。それはたまたま大阪の串食べてた横になんかいてほしい。いてほしい。いてほしい。二度付けしないでほしい。ふとした時にいてほしい。てめえらの考えだからな。てめえらちょっと黙ってるんですけど。もうてめえらって言われる。CA になりたいんだもんね、ホッキャンな。ほらもういいやから。じゃあ次行ってください。わほらホッキャンもういいです。串になってほしい。串になってほしい。うるせえな。もういいです。もういいですってホッキャンが言い出したじゃんよ。プリキュア何ですか、どういう意味。職業じゃないよね。プリキュアって何でしたっけ。プリキュアキャラクターでしたっけ。はい、うん、プリキュアです。戦隊も。そうです、そうです。あのセーラームーンか、そのホッキャン時代で言ったセーラームーン。セーラームーンですね。それのプリキュア。うんうん、です。なんか、うん、プリキュアってその、うん、台ごとに2人とか5人とか3人とか4人とか、うん、違うんだ。はい、違うんですよ。毎回が増える、はい、増えたり。ごめんなさい、プリキュアって何なの？何やってる人？男の子で言ったら仮面ライダーみたいな。ヒーローもの？普段は何？ヒーローもので普段は普通の女の子で、うん、やっつけるんですよ。変身して、うん、可愛いなんかも。うん、強い可愛い服に着替えて髪の色とかも全部変わっておしゃれになってボコ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 して、ああそうか、はい、僕らの時代ありますよ。積み木崩して髪の色可愛い変えて金髪してね。違う、うるせんだよ。違う違う、小泉じゃない。校内暴力が流行ってお前。違う、本当にあった実際の話をドラマ化した話、積み木崩し。違う違う、もういいですよ。昼と夜の顔が違うやつですか。違う、ヤヌス。それはヤヌス杉原みゆき最後のヌード写真集フライデーより出る。違う。もういいですよ。はい、もう一個。なんかあのドラムとか叩いたりしてる人たちですか。 CCB でもない。ドラムとか叩いてる人たち。ジュウさんじゃない。違う違うか、うん、もういいです、うん、もう、あ、怒った。よくないよ。あ、寝た。寝た。お前また静かに目を閉じてる。寝るのやめろ。うん、あの僕らで言うところのあれですか、キューティーハニーみたいな。はい、あ、そうですそうですそうです。あとは血行仮面とかね。血行仮面。上行くとね。懐かしいね。すごいから。すごいから。もうだいぶちょっとやった。ヤッターマンとか。あ、やった。よくしてんね。はい。あとスパイダーマンとか。うん、まあ普通の人を装って、まあね、ヒーローになって、うん、頼まれてないのにもかかわらず助手席に助けてる人たちね。そうです、憧れてた。あのよくあのそのコスプレの洋服が売ってて、おもちゃ屋さんにプリキュアの着てやってました。遊んでました。あ、はい、あ、自分らが着れるやつ。へえ、あんの。あるんです。それ何が一番好きなの、その色は。ヒーローな。私はハートキャッチプリキュアっていう台が一番好きで。ハートキャッチプリキュア、はい、ハートキャッチプリキュアの中のなんていう人。つぼみちゃんって子が。つぼみ、つぼみちゃん。ひさざ何ですか、つぼみの。あ、そういうんじゃないんですけど。え、なん、じゃあもう 裏剣とかどう。何がつぼみ。かかとで蹴ったりとか、ね、もうとにかく戦ってその戦う悪魔をジョーカーみたいなさせる。ジョーカー、ジョーカー、あのキラキラした杖とか使う。あー、そんな感じ。だからあるじゃん、それにしたって、うん、名前があるはず。ノーザンライトボーム。そう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 。そんなに言い方しないけどね。ケンスケとか。あんまそこまでじゃないですけど。ただ憧れてました。うん、いやじゃなくてそのなんていうの、そういうのわかん、そういう知らないです。あんまり見てない。お仕置きみたいな。そうそうそう。あ、そんな雰囲気です。うん、それはないですか、プリキュア。そういうあるんですけど、うん、まあ、眠てるのか。眠てるのか。そんな感じでした。あと私お医者さんになりたいです、これから。え？なんて？これからお医者さんになりたくて。お医者さんになりたいの、はい、AKB 入りましたよ。それで、うん、でこの前家族の前でそれを結構真剣な顔で言ったら、医大に行きたいって大爆笑されて。
心が傷つきました。メンバーにもおられました。でも、なんかきっかけあったのそれ。あ、あの、もともと医療ドラマとかすごい好きで、うん、何が好き。コードブルーとか。あー、好きだった。それホッキャンが知ってるから、それ俺らも分からん、うん、コードブルーって全く分からんから。そうでしょ、ドラマです。あの、びっくり、ヤマピーとか、山下智久さんとか。ヤマピー、山下、そうだよね、荒垣達郎さん、戸田恵梨香さんとか。いや、出てる、そんなロン毛出てる、出てる、ロン毛出た、出てなら夏の日言うてないの、ロン毛で出てない、どっちやねんみたいな。もう高田さん薄いのね。違う、それじゃないです。わー、そっか、そのコードブルーね、ううが、はい、うん、医療ドラマが好きで、うん、救命病棟とか、あー、うん、松島奈々子さん、はいはいはい、とか好き。でもそういうドラマやったらいいやん。あ、そうなんです。だからそっちで頑張ろうと思います。女優さんになればね、はい、いろんなことができますもん ね、 ね、何やね、早いやん結論、うん、医大にならんでええんやん、うん、はい、なりたくないんや。じゃあ違います。そう、勉強せなあかんで、めちゃめちゃ、はい、頑張ります。メス、頑張りますです。メス、絶対手術されたくない。そうやな、注射しますよ。麻酔も絶対してくれへんしな。麻酔しますよ、よく切りますねって言うんですよ最初。麻酔なしでやれ、麻酔なし、何もないのに洋服切りますねって言われる。風邪ですって言ってるの。違う、先生ちょっと咳が出て洋服切りますねって。メス、メスやろ。で首元持って、メス、あれ間違えたかなって言って。あるわよ。見てくださいもう本当に。じゃあ続いて、あ、もう今回は、はい、終わり。よかったよかった。よかった。いろいろ知れましたんでね、はい、よかったと思いますが、またどんどん募集してますので、はい、お便りの方よろしくお願いいたします。はい、さあ、コジ、コジよろしくお願いします。宛先はやるもくアットマーク MBS1179.com、 やるもくアットマーク MBS1179.com までお願いします。以上、共通点を探せでした。次長課長井上です。 1179MBS ラジオからあっぱれやってます。コジ夫人相談室。さあ、このコーナーは毒舌コメントで有名なコジ夫人がリスナーのいろんな悩みを解決していくコーナーでございます。よろしくお願いします。ちょっとびっくりしました今。悩めかしいこの、はい、うん、そうですね、新コーナーですね。新コーナーになりました。もうついにコジ夫人が独り立ちしまして、コジ夫人相談室、相談室っていうのがありました。これちょっと僕ハガキ行く前にちょっと相談したいことがあるんですよ。あ、もうコジ夫人にぜひ。犬屋さんがね、今日お腹すいたと言ってたんですよ、うんうん、ね、曲かかってる時が長い、うん、で食べるもの結構ちょっとこれがいけるあかんってちょっとあるんですね、はいはいはい、彼の中で、でこの時間終わってかもし食べに行くとしたら、うんうん、何を選ぶんですかって聞こうと思ったら、うん、始まったんって始まったんですよ。珍しいですね。相談、なるほど、うん、そういう相談一緒に変えたんですかっていうのもさりげなくありましたけどね。これをね聞いてね、変えらんと今日はずっと何食べたんやろなって一瞬気になってしまうんで、じゃあちょっとコジ夫人ねえ、私おすすめがあって、あ、そうそう、それ勧めたってください。はいはいはい。温野菜、しゃぶしゃぶ温野菜。ああ、うん、いいじゃないですか。うん、夜遅くてもね。そこで締めまでたどり着かないんですよいつも。野菜で終わっちゃうってこと？はい。だからお肉も全く頼まず、うん、野菜とサイドメニューだけのコースが2000円で食べ放題っていうのがあって。うん、食べ放題。はい。うん、でももう。はい、タップタップになります。お腹野菜だけで。ああ、そっか、いろんな野菜あるもんね、はい、あそこね。ヘルシーだよね。そうです、サイドメニューもいっぱいあるの。そう、あと、はい、あの出汁も選べるからね。そうです、そうです、そう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 。だからあそこ安くていいわ。はい、メンバーは大人気です。うん、俺ね、温野菜がね、夫人ちょっと苦手なんですよ。ダメやった。温でも冷でも。あ、野菜がダメなんですか？え、野菜のみでしょ。はい、なんかに調理してくれてたら分かるんですよ、うん、あー、ロールキャベツとか、はいはいはい、まあまあまあ言うてもなんかじゃがい、肉じゃがとかなんかそういうので調理してくれてたら分かるんですけど、そのものをそのまま食べるのはなんか抵抗があるんですよ、野菜ステークとか。そうそうそう、あ、うさぎじゃないけど、普通に野菜が嫌いなんですねきっとかな。いやいや、野菜は食べるんですよ別に、調理すれば、生野菜が無理。そうそう、夫人それちょっとダメなんですよ。残念、せっかくおすすめしたのに。
頑張れ17歳。じゃあ夫人、僕野菜食べますわ。そうですね、グーの目も出なかったんで夫人がちょっと決着がついたというところで、深いため息、はい、すいません、新コーナーだけ。私がでも、うん、よくメンバーとご飯行こうって言って行くのは、うん、温野菜か、うん、サイゼリアか、うん、牛角か、うん、その辺ですけど。なるほど、うん、その3つのうちでガストとか、うん、ああガストね、ガストも安いもん、美味しいね、安いよな、さハンバーグとかな、300円、美味しいです、299円、そっかそっか、うんうん、僕ね、コーンスープしか飲まないんですよ、うん、変色今どうしました、小路夫人は、じぎれてらっしゃいますけどもね、まあ、こすいません、怒ってる、コーンスープしか飲まないんでね、じゃあえ今ちょろてるけど、コーンスープしか飲めないんですか、そういうとこ行くとね、あコーンスープしか飲まないんですよ、あじゃあ、はいはい、あじゃあ井上さんの好きな食べ物は何ですか、焼き飯です、焼き飯、焼き飯、ビビンバ、いや焼き飯って言うんです、チャーハンのこと、無理問答でしょうか、何ですか、ビビンバ、今のこの世代の人は焼き飯って言ってもチャーハンのことかどうかわからない、あそうなの、すごいですよね、そう焼き飯、今ビビンバって言いましたもんね、しかも、うん、小島ちゃん、ビビンバかと思った、私もこいつやりますよね、焼いた飯だもんね、おお、なるほど、焼きおにぎり、はい、焼きおにぎり、ごめんごめん、チャーハン、チャーハン、焼き飯ですか、焼き飯、焼き飯って王将、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 何こうしてんの、飛んでんのか、おい、王将、王将、飛んどるやないか、首トンってやろうかな、首をトンと、王将ね、王将はいいよね、王将美味しい、この時間すいませんね、僕は話腰折って、もうすいません、コージ夫人、王将がいいですね、はい、王将、王将、焼き飯のことはチャーハンなんですよ、ちょっと覚えててもらいました、じゃあ早速、はい、リサのお悩み相談、それでは早速参りましょう、コージ夫人相談室、はい、それでは早速紹介いたしましょう、はい、どうぞ、はい、豊中市ペンネーム走るマスター終了、はい、おしまい、じゃあ続きましてですね、今のフラットですか、いや、これフラットとかないんですよもういいですね、これ終わりで、はい、終わりで続きますね、はい、ありがとう、何にそんなにハマってるのか、もうちょっと全くわからないんでね、お願いします、一回開けます、一回後にします、これ走りました、引きずってるんで、じゃあ続いて、ね、じゃあ早速一人目の方、はい、参りたいと思います、はい、ますよ、紹介しましょう、はい、宝塚市ペンネームタオルくん、よく居酒屋などのトイレには女子トイレと女子男子共同トイレがありますが、女子だけ2つトイレがあってずるいと思います、男も女子トイレに入りたいです、どうすればいいでしょうか、キモい出ました、最後にそこが来ましたね、最後の一行、おかまなんかおかまがキモいみたいになるんで、それやめてもらっていいですか、大丈夫です、おかまの人私好きですよ、すごい私おかまバー、うん、おかまバーおかまというか、まあお姉ね、お姉、お姉系の、お姉系のお店、うんうんうん、行ってみたいです、すごい、あ、本当、仲良くしてみたいです、うん、多分女性の方が楽しいと思うよ、お姉系は、行ってみたいです、うん、なんか女子結構好きですよね、いますよね、お客さんで、そうですね、すごいよく相談に乗ってくれそう、うんうん、本当にお姉の人は、うん、仲良くしてみたい、そうそうそう、気持ちわかるしよ、女子の、うん、あーねー、少しね、うん、しかも男子目線でもこうアドバイスするじゃないですか、 あとヘアメイクさんとかさ、うん、おねキャラの人ね、違うのに、ね、はい、スタイリストとか、うん、ちょっとおね言葉で言って動きとかね、実際じゃあ2人で飲んでる時は別に普通の男なんですよ、うんうんうん、でも現場で会うとちょっとおね系ちょい入ってるの、うん、何なんでしょうね、あれなんかやっぱりやりやすいんちゃうの、あ、女子と、そういうことか、馴染んできてるのかもしれないよね、なるほど、はい、あ、何でしたっけ、男も女子トイレに入りたいです、やめてください、どうしたこれ、男子トイレを増やしてくださいじゃダメだったんですよね、そうですよね、それじゃないんですよ、そうくんのかな、男も女子トイレに入りたいです、やめてください、どうする、捕まりますよ、怒ってる、怒ってる、犯罪です、はい、気持ち悪いです、すいません、やめてください、いや何も彼が言えないんですよ、彼は言えないんですか、どうすればいいですかね、いや、どうすることもできません、はい、そのまましっかりと、はい、男を受け止めて生きてください、わかりました、あーたね、あーたねから入ってますね、あーたね
はい、あとね、本当にね、はい、私これはちょっと今衝撃を食らったんですけど、食らった、はい、食らった。びっくりしました本当に、うん、もうこんなんダメ、持ってんのかな、持ってん、はい、すみません。どう思いますか姉さんは。いやまあまあでも気持ちは分からなくもない。姉さんじゃあ男弁入りたいって言いますか。いやで我慢してる時にって話ですよね。あ、そういうことか、うん、我慢してる時、下心があって入りたいんじゃなくてですか。いや分からんけど、もしかしたら下心あるのかもしれませんけど、入りたいって言ってるからね、うん、ありますよね。こう下心あった場合はダメ。あ、ダメですよ、ダメか。でも女子トイレに入りたいって思ったこと一回もないですけど、ほらでもこの間堂々とめっちゃ緊張上がってる公共の場でなんか駅ビルかなんか忘れましたけど、普通、あ、違う、空港や、まあ、普通に男性が女子トイレ普通に入っていったんですよ。あの男子と女子で分かれてるんですよ、空港でも、はいはいはい、普通堂々と入ってたから、僕ちょ、大丈夫なんかなと思って、うん、でも僕フライトの時間あったんでプスッともう行きましたけど、うん、あんだけ普通に人いっぱいに堂々と男性入るって間違えたんじゃないですか。いや間違えないような、僕は男子が出てきた時にその人が目の前から女子にわざわざ入っていったの、掃除のおじさんとか違う、スーツ着た男性、怖い。だから僕普通に自分の娘かがなんかね、ちょっと入っていった、あーっていうふうに追っかけていったんかな、うん、とか一瞬思ったぐらい、うんうん、でもそんな慌てた感じじゃなくて堂々と普通に行ったの。あれこっち搭乗口かなと思ったんですよ最初。ああそのプレミア会員のなわけないやん、男子トイレ。あの混んでる時にスッと入れる時のっていう秘密の入り口。あ、もしかしたらお姉系の芸能人だったかもしれませんし、ね、お姉の人みんな女子便所入るっていう言いますから、ね、その後ろ姿しか見えなかったもん、それが。ああまあ確かに、うん、さあでもちょっともう一個あるんですよね。もう一つある、あ、はい、いいですよ、いいですか、どうぞ、すみません、ご主人、豊中市のペンネーム走るマスター何がそんなに何で乗ってるんだ、わかんないですね、ハマってます。横の豊中市のペンネーム走るマスターさんです。見たことあるのかな。あっぱれの皆さん、あっぱれの皆さん、いきなりですが、やめます？どうした？ね、ちょっと読んだら大変なことに、ね、言い方変えた方がいいですかね。うん、言い方、ね、はい。豊中市のペンネーム走るマスター。めっちゃ笑ってる。やめましょうか、ね、どうせ崩れ落ちた、うんうん、左右に振って笑ってるから、ね、いやもう何だ、うん、うん、どやね、大丈夫です。あっぱれの皆さん、いきなりですが相談をさせてください。はい、どうぞ。僕はズボンを洗うタイミングがわからないんです、ん教えてください。もちろん食べ物で汚れたり、うん、雨に濡れてびしょびしょになったら洗濯します。でもそうならない場合はいつ洗えばいいのでしょうか。今のところ僕はこのズボンいつ洗ったっけと思うくらいになったら洗濯して。答えは出てるし、うん、解決もしてるし、なんとなく薄々感づいてると思うし、そうですよね、だって雨に濡れたら洗えばいいと思うし俺も。代表して小泉夫人には聞きたいんですよ。答え出てるけど、もっと、まあ、あえてね、あの貴重な意見をね、小泉夫人がいや5日に一遍の方がいいよとかって、うん、そういうなんかちゃんとしたやつが欲しい、基準をね、今のところ国際ルールをね、そうなんですね、基準をね、いつ洗ったっけと思うようになってからじゃないと選択してないんで、うん、何もない場合は最悪最悪なんで最の役なんで最悪なぜ最も役なんですか、最悪、うん、むちゃむちゃ受けてらっしゃいましたよ、うん、いや面白いです、すごいいい線ついてて、うん、これ私話持って帰りたいぐらいですけど、誰に喋んねんよ何を喋んねんこれ持って帰りたいぐらいですけど、ぐらいですけどちょっと何を言ってんのそんなに。今時の高校生わからない。なあ、こういう声。だからこういうこと会話せなかった、しっかりと。そういうこと。向き合っていかなきゃいけない。前を向いて、しっかりと。だってちょっと前まで10代やったやん。そうですね、確かに。でも10代の時、敬語がガツかあれんかったりとかって言ってたやん。うん、そうですね。
ここまでしっかりしてなかったと思っていた10分前までは、うん、そうやろ、しっかりしてないんですよ。だただのもう本当に10代の子です。何がそんな面白いのか聞きたい。もうないです、そういうのは。そういうのはないんですよ、うん、箸が転がっても面白い。そういう時代ですから。なるほど、受け止めよう。あと眠たいだけです。ね、面白くないですよ、うん、ちょっと眠たい。どうすればいいですか。毎日洗ってください。え、毎日はちょっとあれじゃないですか。毎日洗わないんですか。あなた乾かないですよ。あなた毎回ってことかな。ズボン1個しか持ってないの。私が買ってあげる。買ってあげるって、ほんまにこうデヴィ夫人みたいなんでね、うん、言ってそう。いや、わからない、1個しかないかもしれないじゃないですか。そうじゃないの。あ、お気に入りのね。あ、そっか、まあ確かに、うん、そうだな、でももし、うん、こう考えてみてください、うん、それは、うん、ズボンって、うん、あの一番歩いてても、うん、いろんなホコリとか、はあはあ、いろんなものに汚れるものじゃないですか、うん、まあ、そうですよね、一番ですよね、はい、ズボンが足の裏に近いわけだし、裾の方は、うん、一番ですかね、はい、まあまあまあ、ね、まあまあまあ、はいはい、もししたら、はい、ずってる可能性もあるじゃないですか、裾が、うん、はいはいはい、道路ついちゃってますよね、はい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 、もしそのずってるところが犬のおしっことかがあるとこだったら、アスファルトに犬のおしっこジーンズみたいになっちゃって、ね、犬のおしっこジーンズ、ジーンズなんですね、最悪じゃないですか、うん、でもしその人彼女がいて、うん、膝枕をするシーンになった時に、膝枕シーンズね、はい、すごいいい雰囲気じゃないですか、うんうん、で彼女が膝枕してます、なるほどね、裾ですよね、なんでですか、裾で寝てるんですか、すね、うん、枕くるぶし枕ですか、ゴリゴリですけど、裾枕ね、裾痛いですよね、うん、ほとんどアスファルト、いや、はい、リフティングの最中みたいなやつよね、雨で濡れる日まで洗ってないってことは相当匂いが来てるってことだから、うん、もうプンプンなわけですよ、やっぱり、ね、その状態で膝枕をされた彼女は、うんうん、そっか、デレレーン、デレレレレレになりますよね、はい、うん、なので毎回洗った方がいい、というか入ったら洗えと、そうです、うーん、毎日じゃなく入ったらもう洗いなさい、せめて3日に1遍、入ってなくてもだいぶ凝固しましたね、3回入ったら1回は必ず洗うほしい、洗うようにします、はい、でも3回歩いて3回ともおしっこついた場合でもいいですが、3回に1回でいいですよね、あなた、あ、でも、そうしたら、あ、じゃあ、うん、1日に3回つく可能性もある。あるからね。確かに。あ、あ、いいこと考えた。うん、何それ。個人夫人、その今の発音、任徳天皇よって一緒やと思うな。教えてください、それを。教えてほしい、教えてほしい。やばいことを知りたいんです、我々。この人、うん、半ズボン履けばいいじゃんって言った、今。半ズボン履けばいいじゃんって言った。ね、この人ズってるって一回も言ってないですからね。個人的にそもそもジーンズかどうかも言ってないんですよ。分からへんねんけど。半、ね、ズボン履けばいいんだ。とにかく走るマスターさん、半あったね。半ズボン履きなさいって言ってね。言ってあげてください。待ってください。もう一個もう一個。もう一個。あったねからじゃあ。あったね。あったね。半ズボンか、はい、もしくは防水ズボン履けばいいんですよ。どやばい。へー。何だって、あの、雨に濡れたら洗う。あるね、防水のあの、アウトドアのね。はいはい、うん。食べ物をこぼしても。シャカシャカのやつね。はい、はじく。防水ズボンか。うん。防水ズボンって聞こえなかったんですよ。全員が。なので、ってなったんですよ。言ってました、防水。防水。半ズボンか防水ズボンを履いたらいいってことですね。でも、これから暑くなるから、どっちかというと、半ズボンですね。ああ。裾だけ気にしてればいいってことですか、夫人の言い方だと。そうですね、え、だって地面って一番世の中で汚いから。世の中で地面なんで笑うんですか。手とね、今手と地面は一番汚いですからね、はい、手と地面ね、手と地面は一番汚いから。わかりました、もうわかりました、それで行きましょう、じゃあ、はい、半ズボンで決定。はい、はい、いや、いい回答が浮かんだ。今日は早く寝れるね。あなたよく寝れますでしょうね。我々よく寝れないですけどね。こじ夫人に解決してほしい悩み募集します。はい、お願いします、こじ夫人。はい、やるもくアットマーク。
いいですよ、もう一回。これ一本目にやった方がいいんじゃないですか、このコーナーは。まだ冷静なうちに、ね、冷静なうちにね、ぶっ飛んでますから、ね、いきます、はい、お願いします。やるもくアットマーク mbs1179.com、 やるもくアットマーク mbs1179.com までお願いします。それではここで一曲お聴きください。現在公開中のドキュメンタリー映画ドキュメンタリーオブ AKB48 The Time Has Come、 少女たちは今その背中に何を思うの主題歌です。 AKB48 で愛の存在。いや今日は本当にあっという間です ね、はい、ね、前回もそうでしたけど、うん、2週続けて川北高専舞子さんがね、はい、都合で休みということで、うん、今週は高専舞子さん、ね、ピンチギターは美人でしたね、めっちゃ素敵です。いやありがとうございます。あのトークもしてくれますし、本当ですか、すごい楽しかったから普通に話しちゃいました。いやよかったよかった、はい、あとすごい緩いんですね。緩い、そうですよ。だって僕そうよ、ね、台本見てないですから、ね、そうなんです。朝生放送とかやってるからさ、うん、はい、うちのメンバーとさ、ね、うんうん、やっぱりあそこって、ね、病気刻みやってするやん、生放送すごいです。もう朝早いでしょ、いつもね走ってるし、うん、そうよね、はい、だそう考えたらラジオってそうですね、まあラジオは、まあ、このあとホームさっていうのがね、はい、またこのラジオならではいいですね、いいですね、ずっと笑ってるんやもん、ね、走るマスター、わけわかんない走るマスターで笑って、かわいい、ね、いやまた遊びに来てください、はい、はい、ありがとうございます。息抜きに来てくださいじゃあ、ね、息抜きね、落ち着きに来てください、遊びに来ます、はい、ありがとうございました。それではお時間です。火曜水曜もぜひお聞きください。お相手は城島茂と大本と井上と赤根と藤間真子でした。また来週、さよなら。